塚です。はい、ニャスって瑞希ちゃん飼ってる猫がいるんですけど、はい、その猫を見に来てほしいっていう話なんで来ました。はい、俺ね、マジの赤ちゃんのに会ったんだよね。あ、会ったよ。うん、1回見に来たことある。2度目まして。2度目まして。行きますか。はい、お邪魔しまーす。いや久しぶりじゃないか。久しぶりです。お、いました。ヤス、ヤス、かわいい。見てこの、うわ、かわいい。ふわふわや、こんな丸っとして。何者？ヤス、フルアイズホワイトヤスです。本当にフルアイズホワイトドラゴンみたいに青い目なんですよ。ヤスちゃん、おいで。いっぱいいるね。はい。だいぶでかくなったな。え、どれぐらいの時にあったのこれ。え、もう来てすぐぐらいだよね。はい、1回見に来たんですよ。ほら、なんかシャム猫みたいな色が。これあれだよね、なんだっけ、スコーティッシュホールドでしょ。はい、の耳がすごい。耳が多いものある。ヤスちゃん、俺も猫飼いたいんだけどさ、うん、向こう十何年のさ、責任をなかなか。確かにね、あれだなと思って。かわいい。ちょっとかわいいね。それからね、TikTok もっと出してたよね。確かに ASMR 絶対さ、一緒にやったらバズりそうじゃない。え、ニャスとですか。ゴロゴロこうやって一緒に食う。いや、ニャスも食うの。そう。あのチュールとかめっちゃ食べるでしょ。チュールありますよ。え、チュールあげてみてほしい。なんでそんな書いてるの。え、もう暑いのよ。てか、おしゃれなとこ住んでますね。初めてなんですよ。あ、そうか、吉田くん初めてか。うん、俺3回目なんよな、来るの。おしゃれですね、なんか。あ、わかるからやってるやん。爪研ぎ偉いね。壁やっちゃう子もいるからね、やっぱ。吉田くんも飼ってるもんね、そういえば。そうだ、吉田くんも飼ってるわ。なんかね、この子、だって1歳ぐらいで、1歳ない。1歳もなってない。めっちゃいい子です。でもね、なのに、なんかでかいね。ヤス、うちの猫、今、もう3歳で、はい、これぐらい、一緒ぐらい。目が青くてめっちゃ綺麗。よし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 。怒ってんの、この顔、見て。この子見て。これは、ちょっと言えん顔してる。ちょっと困ってるんだよ。ふわふわだな、毛が。でもこれ毛が抜けにくそう。え、めっちゃ抜けますね。なんかさ、耳詰まるんでしょ、結構。あー、耳掃除というか、耳掃除がやんない。1週間に1回ぐらい行かないといけないって言ってたよ。自分でできますよ。そうなの。よし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 。チュール食べる？猫が大好き、チュール。俺はわかるんかな。あ、ヤス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 、シュールしてる。よいしょ。口についてしまった。え？いいね、口についてる。本当だ。うわ、かわいいな。すごいよね、チュールって。下べら結構硬いね、猫の。ザラザラで、うん、結構な勢い出してるけど全部食ってるわ。おいしい。もういらんのか。音聞いて、これ結構硬いんよ、下べらやばい、鼻についた。下ベロじゃない。そうなん、どっちも言い方あるんじゃない。下ベラってあんま聞かんけどな。嘘、俺たちの方言じゃなかったっけ。さっきも下ベラって言う。下ベロだよね。あれ、じゃああれ、あ、なんだろう、ね、どっちも使うかもしれないですね。下ベロもベラも。これで俺がもう素晴らしい人ってことを知ったな、ニャスは。出会ってもいきなりチュールですから。お、静岡の人は下ベラっていうのって。伝わるかな、視聴者さんに、このふわふわ加減。かわいいね。ヤスモデルもできちゃうかな。
できそうだよね、なんかおとなしいし、うん、いい子だから。意外と太ってないんだな。いや、でかい。いや、意外と太ってないんですよ。え、シャワーとかすると、もうこんなんだシャワー、猫嫌いだもんね。嫌いだね、うん、でも、この間入った。偉いじゃん。偉いんですよ。怒ってきた。いや、ドライヤーが一番。あ、ヤスは寂しがりやん。それとも、あんまり猫っぽい感じ。いや、寂しがり屋だけど、甘えん坊っていう。ずっと構ってるとどっか行くしみたいな。マジ猫って感じです。なんか男の子の方が甘えん坊なんだよね、確か猫は。ああ、なんかっていうね。ワンちゃんもそうじゃなかったでしたっけ。そうなの。確かだった気がする。確か、うちのワンちゃんはバンバンに甘えてくる。メスで、猫もメスでバンバンに甘えては来ない。上の上のものはすぐ落とす。はい、じゃない。はい、ニャスくんです。ないよ、ニャスくんだね。え、ちゃんです。ちゃんか。なんでニャスか。ホワイトニャスね。よし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 。でもこんだけ人がいても全然あれなんですよ、ね、平気なんですよ。よし。マジでやめろや。警戒心が全くなさそう。ない。この顔である。この顔もう悟ってるよ、もう諦めてる。この顔である。ああみたいな。しかもめっちゃどんくさいんですよ。どんくさいんだ、うん、あ、ゴロゴロ言ってるわ。喜んでるね、うん、このゴロゴロがいいよね。ゴロゴロなんかあれなんでしょ、ストレス軽減になるんでしょ、確か。あ、なんかで見たことある、それ。落ち着くんだよね。全然何も言わんじゃん。嫌がってんだろうな。ちょっと、ね、お、いいね、こんなのさ。でも、尻尾立ってるから喜んない。これは何の企画なんですか、今日は。これはですね、実は11月11日で、はい、話してる途中なんです。すごいね、これ大変だわ。11月11日はい、11月11日でポッキーの日。ポッキーの日で、なんとバタービニールが3周年を迎えます。佐々木くんの試合の日。佐々木くんの試合の日に、なんと3周年。皆様に愛されて、愛されて3周年、ありがとうございます。はい、でそこでですね、3周年の記念でセールをやります。セールですか。はい、セールを。いいですね。マスク、じゃあ買ってくれた人つけますか、プレゼント。あ、一つずつ。うん、マスク一番良くないだって。まあそうだね、これからの季節、うん、寒くなるし、インフルエンザとか流行ってますから。はい、じゃあミクルから直々に。直々ではないよ。セールで買ってくれた人はマスクがついてきます。そう、はい。ニャスもモデルやりますか、またこんな可愛い子いないよな。でもこの間展示会行った時に、うん、ジラートピケさんが、うん、ニャスになんかこんなペット用のタオルケットくれて、うん、モデルもぜひみたいな。可愛いもんね、うん、YouTube アカウントとか作っても伸びそうだけど。確かに。だってなんか猫のさ、いるじゃん、もちまる、うん、とか100万人とか置いてる。200万人ぐらい、200万人ぐらいいますね。この可愛さよ。でこの諦めてる感じの顔がいいよね。ああああみたいな。はいはい、これ人間だったら超イケメンじゃん、成り立たん顔よ。確かに。ああ満足ですか。俺のこと好きなんだなって多分。満足ですか。ないよね。女の子か。女の子だよね。その服だったらついても分からんと。確かに。そう、もっと委ねてるやん。溶けちゃってるやん。足が可愛いんですよ、マジで。足ですか。どうぞどうぞ、やってください。可愛いんですよ。ずっとやってんの、それを。そう。あ、もう嫌がってるやん。
じゃあそれで、あ、もう嫌がってるね。ボロンとしてる。やな。癒されましたね。癒されましたね。てかマジで可愛いわ。棒読み癒されますね。棒読みのちょっとやる気ない顔で。癒されましたよ、完全に。動物に会える機会はないんでね、最近。佐々木くんも引っ越しちゃったし。でもミクレ、動物に好かれるよね、なんか。あ、まあね、分かってるんじゃない、動物たちは。人がいいってこと。あ、なるほどね。バズも、うん、なんかこの前事務所連れてったら、うん、ミクレになんかダッシュしてっていきなり、うん、全然離れんかと思うんだ。何もしないのに。へぇ、スパイ戦、ヤスパイセン、よし、じゃあまず手始めにお座りでもやってみようぜ。できたらすごいぞ。ほいで、いくよ、ヤス。はい、お座り。よし、天才だね、君は。君は天才だ。お座りだよ、今のが終わった。次、お手。ヤス、そう、伏せ。天才ですね。天才じゃん、ニャス。よし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 。めっちゃいいな。よし。よし。じゃあ、お座りもう一回やってみようか。覚えたでしょ？覚えてないな。いや、そんな。ほんと綺麗だね、瞳が。うん。こんな多い目で見られたら。お、日給や、ニップニア。え、そんなことしてくる？遊んでって。多分ミクルが猫飼ったらずっとやってんだろうな、これ。本当に全部が呪いですよ。呪いよね、なんか。溶けだって溶けてるもん。この2本の手だね、これ。これ見て、この2本の手。よっこいせ、よっこいせ。猫ちゃん、動画に収めるの難しいな。ちょっと動きがよね。確かに。かわいいね。とりあえずガン飛ばしてる。待てよ。よし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 。じゃあ、ミッションも行きますか、そろそろ。はい。ニャスちゃんに会いに来てみた3周年告知動画でした。じゃあまた。